はようございます。こんにちは。こんばんは。サロポンです。今日はですね、本当に欲しかったものをいただいてしまいました。それが、こちらでございます。ASUS の ROG ストリクススカー15でございます。こちらの製品ですね、今年の7月22日に発売したばかりの新製品なんですけれども、Twitter キャンペーンでですね、当ててしまいました。そしてですね、私の元に届きましたので、こちらのですね、スペック、性能などをですね、余すことなく紹介していきたいと思います。本日はこちらのレビューになります。それではですね、早速開封の方から行ってみましょうか。では早速開封の方行ってみましょうか。こちらの方ですね、リファービッシュ品と言いまして、ASUSさんのですね、社内で、利用したものをですね、メンテナンスして私にプレゼントしてくれたというわけなんですけれども、まず開けるとですね、本体が出てきますね。ビニールに包まれていますけど、光沢のある本体というのがわかりますね。非常に綺麗でございます。本体を横に置いて、今度はね、小箱が出てきましたね。こちらの方開けてみたいと思います。いろんな説明書ですね。説明書や保証書が入ってますね。こういったものですね。それからこちら気になりませんか？これね、私一回動画で見たんですけれども、このようにキーホルダー、カラビナ、オリジナルのね、ものが入ってるんですね。これおしゃれですよね。新しいキーホルダーとしてね、私家の鍵をつけたいと思います。これは大事に使わせていただきたいと思います。そしてあとはですね、コンセント類ですね。大きめのバッテリーっていうかコンセントですね、こちらの方が入ってますね。ロゴマークが非常にかっこいいですね。ROG のロゴですね。早速この薄紙を剥がしてですね、セットアップしていきたいと思います。これ本当にリファービッシュ品なんですけど、新品感がありますね。非常に綺麗なボディですね。ちょっと中身を開けてみましょうか。おっと、このように保護シートが貼ってありますね。おお、ナンバーもここにあるんですね。ここに出てくるようになってるんですね。キーボードは英字キーボードでしょうかね。ということでね、早速こういったコンセントなどをつけてね、初期設定の方をやっていきたいと思います。はい、ということでね、初期設定が完了したわけですけれども、ものすごい速さでですね、初期設定が終わってしまいました。これだけでもね、本当に高性能なパソコンっていうのがね、わかるんですけれども、まずはですね、外面のデザインを見てみましょうか。まずはですね、本体左側に何があるかっていうことなんですけれども、こちらはですね、 USB3.2Gen1 のポートでございます。この USB3.2Gen1 ポートにはですね、最大 5GBps のデータ転送速度を提供し、 USB2.0 に快互換性があるんですね。それからこちらはですね、ヘッドホン、ヘッドセット、マイクジャックでございます。オーディオ出力信号をスピーカーやヘッドホンに接続します。またヘッドセットや外付けマイクを接続することもできるようになっております。ちなみにこの Gen1 の Gen って何っていう感じなんですけれども、ジェネレーションだそうです。 USB のね、新規格っていうことなんですね。はい、本体の右側なんですけれども、右側は通気口がありますね。今もヒューヒューとね、音が鳴ってますね。ファンで熱を逃がしている音があります。それからですね、こちらなんですけれども、キーストーンと言いまして、さっきのね、このキーホルダーあるじゃないですか。キーホルダーだと思ってたんですけれども、こちらがですね、取り外しができるようになってですね、これが
メモリ的なものになってるんですね、これ何かと言いますと、個人データをストレージとする鍵となるツールなんですね。このキーをですね、こちらのスロットに差し込むことによって、本体の動作モードを変更したり、登録しておいたアプリやシステム設定を呼び出し可能となっているんですね。またですね、このストーンを取り外すことで、すべてのウィンドウを最小化したりとか、Windows からのね、ログアウトをしてくれるっていうこともね、できるようになっているんですよ。これね、ただのキーホルダーじゃありませんでした。こういった機能を備えたストーンとなっているんですね。これ非常におしゃれですね。びっくりですね。はい、そしてね、背面の説明でございます。こちらね、背面には2つの通気口があるんですね。これで非常に効率よく熱を冷ますことができます。そしてこちらが LAN ポートになっております。そしてこちらに HDMI のポートですね。それからこちらなんですけれども、 USB 3.2 Gen 2のポートになっております。タイプが USB-C のものになっておりますね。ディスプレイポートコンボポートとなっております。このね、 USB 3.2 Gen 2ポートは最大 10Gbps のデータ転送速度を提供して、 USB 2.0 に快互換性がございます。またですね、映像出力ポートを持つ USB Type-C アダプターを使用して、外付けディスプレイに本体を接続することができるんですね。それからこちらは電源入力ポートですね。付属の AC アダプターを接続して電力を供給します。はい、それではね、スペックなど紹介していきたいんですけれども、まずはですね、本体なんですけれども、こちらは BMW デザインワークスコラボデザインなんですね。そして LED を搭載しております。背面にもですね、 LED が搭載されてまして、非常に美しいボディとなってますね。キーボードにもね、 LED が搭載されているので、非常にひときわ個性を放つデザインとなっております。そしてですね、先ほどもこのね、通気口を説明したと思うんですけれども、6本のヒートパイプと248枚の極薄の導線ファンを搭載してですね、インテリジェントクーリングシステムというもので、自動冷却モードに移行するんですね。そして CPU には12度以上ですね、温度を低下させるリキッドメタルを採用していましてですね、いつでもクールにゲームをすることが可能となっているんですね。それからですね、この PC なんですけれども、数字キーが右側にありませんよね。通常のこちらの1から0までのキーはあるんですけれども、数字キーがないんですね。こちらね、ここに表示されることになっているんですね。使い方を説明するとですね、ここにですね、ボタンがあるんですけれども、ここにナムロックキーというのがあるのが見えるでしょうか。ここをですね、押すと数字キーが出てくるんですね。これで数字の入力が可能となっているんですね。これはですね、実質スペースが広く取れるので、キータッチがですね、しやすいというね、メリットがあるんですね。そしてこれをですね、タッチパネルに戻したいときは、もう一度このナムロックキーを押します。そうすると通常のタッチパネルとして使えるようになっているんですね。はい、ということでね、この PC のスペックを DXDIAD を見ながらですね、説明したいと思うんですけれども、こちらですね、モデルがですね、 ROG ストリクス G532LWS となっております。そしてプロセッサはインテルコア i9 の10980になってますね。メモリなんですけれども 32GB となっております。非常にですね、多いですね、高スペックですね。そしてグラフィックなんですけれども、NVIDIA の GeForce RTX 2070 Super となっております。こちらですね、 8GB となってますね。それからね、画面見てわかるかと思うんですけれども、非常にベゼルがですね、ここ狭いんですね。6.9mm しかないんですって、ここのベゼルが。なので画面占有率がですね 81.5% という、非常に広くですね、
視界で見ることができまして、非常にですね、クリアな映像をですね、直接脳に叩き込むかのような映像をですね、私見ているわけでございます。非常に薄いですね、ベゼル、こちら 6.9 ミリでございます。ということで、ベンチマークのテストをしてみたいと思うんですけれども、設定はですね、高品質で 1920×1080 にいたしました。こちらの方ですね、300Hz のリフレッシュレートっていうのもあるんですけれども、画面で伝わるかどうかは微妙なんですけれども、とりあえずベンチマークね、見ていただきたいと思います。それではですね、スタートいたします。出ましたね。スコア8263で快適ってなってましたね。非常に素晴らしい性能なのではないでしょうか。品質だって高品質ですよ。高品質で8263の快適、これね、非常に素晴らしいと思いますね。最後のね、あのガレットの画像なんかね、食べ物なんですけれども、ガレットって、その画像なんかね、非常にリアルでしたよね。これはゲーミング PC として最高のパソコンですね。ということで、 ROG のストリクススカー15でございました。こちらの方ですね、非常に素晴らしい性能だっていうのがですね、分かってもらえたかと思います。今後ですね、こちらの方ですね、動画編集などにも使えますので、ガンガンですね、使っていきたいと思います。またですね、後ほどですね、面白い点などがあればですね、動画にして残していきたいと思いますので、こちらの方ですね、チャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はこれで以上です。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。サラポンでした。